これでストレスがもう上がらなくなって、でもお薬がもう飲めなくなった、もういらないかも近所だけど明るい場所に行くよ。お、公園のふらふら、公園から帰る時の街並みって切ないよね。子供の頃思い出すからかな、なんだかセンチメンタルジャーニー。公園って人が多くて楽しそうで嫌いだったな。引っ込み思案だったから、私がいていい場所じゃないって直感で思ってずっと避けてた。私と相入れない人たちが味わう楽しさの象徴な場所だなって。でもピと歩いてる時は好きだよ。夜はネットで運動会私の過去って不登校だったから、ピと出会うまでいいことないな。ピとはどこでやったんだろうね。マジでいいことないわ。生まれた瞬間に褒められたくらいじゃないか。まあ何もなさの話をしますか。無が受けるのもネットならではだからね。あれだけさ、おめでとうな幸せな配信しといて今さらそういう、なんか今日めっちゃムラムラする、やらせろ。無事死亡まあせっかくだから雑談配信でも見とく。私の生い立ち、どこで生まれたの、会える学校とかあんまり通ってなくて、いわば中層、頂点ちゃんは天使だから学歴とかないの。マジで高校中退ですか。私も学校怖くていけない、学校も試験もないこの話終わり終わり。もう焦点一応拾っとくか。友達いるこれ戻ってクリックしたらそっちのやつに上書きできんのかな。投稿するじゃん、教室の前着くじゃん。扉開けるのすっげえ怖いんだわ、めちゃくちゃ震えんだよ。みんなにわかるかな、これはリアル不登校者だった人には刺さるんじゃないか。友達いる、現実の友達なんていらねえよ。ネットを開けばお前らが待ってるからないい感じに締めた。学校なんて行かんでもええ、行け賭博派オーデンゼロ、いやそっちじゃないや、黒沢の方だ。いたじゃん、なんか中学生がさ、なぜ学校に行けばいいのかみたいな、で親が中学校なんてのはとりあえず行っとけみたいな、惰性で行っとけばいいんだよみたいなまさにあれだよな、行かんでもええけど行った方がええ、理由がないなら行った方がいいんだよ。上天ちゃんにもたまには寂しい時がある。脳みそくちゅくちゅ、なんだっけ、ハンターハンターのあの弓矢使うやつ、名前忘れちゃった。承認欲求女子雑談レベル4、どっち見よっかな。雑談4。承認ってとても大事なことだと思う。確かに人は承認なしでは生きていけないから。うん、よくさ承認欲求高すぎだワロワロみたいなさそうそう、叩かれがちだけども承認を原動力にするのも大事だよね。そう、別に配信者とかそういう活動者じゃなくても、うん、誰だってそれは大事だと思うよ。こうして頂点ちゃんを見られるのも私の承認欲求のおかげなんだもん。配信止まっちゃった。 TMT トマト、暇だからコメント消しとくわたまにあるんだよね。お、ようやく動き出した。誰かに自分を認められないと、誰かの役に立っているという実感がないと、心が壊れて人間でなくなってしまうよね。激しく同意、わかる。だから頂点ちゃんもみんなのことを認めて認識してあげるからね。ファイナルフュージョンいつも見てくれてありがとう。俺のことも認識してる？うん、ちゃんと見えてるからね。ファイナルフュージョン承認そういう流れか。雑談5、イマジナリードリーマー。イマジナリーフレンドって知っているかな。ああ、あれね、あれあれレベル5なのでスパチャはというかコメントはね、いじれない。そう、幼い頃に作り上げてしまう例のあれ長年ちゃんも子供の頃は妄想の友達がいたんだ、本当の友達がいなかったから。イマジナリーリスナーかもしれないぞ。ここにいるのも毎日一緒に遊んでくれたんだ、一緒にアニメを見たりゲームをしたり。ピはイマジナリーじゃないよね、ちゃんとエッチなことしてるからね。とっても楽しかった、マブダチだったんだよ。都合のいい幻覚だって分かっていても、それが永遠に続けばいいと思ってきた。永遠のものなんてないのにね。残るものはあるけどね。でも大人になって妄想の友達よりもインターネットの方が大事なって気づいた時、ポンってイマジナリーフレンドは消えちゃった。つまりピがいる状態でちょっと共存してた日もあったってことだな幻覚にとらわれることよりも天使としてみんなに会うことを選んだんだね。だから責任取ってね。認知しなきゃ。みんなにとっての頂点ちゃんは画面越しでしか会えない幻覚みたいなものかもしれないけど、その代わり見ている間は幸せを約束するから、いっぱい甘い夢を
見続けていてね、オタクくん。でもなんでイマジナリーフレンドって大人になったら消えるんだろうね。大人だって妄想したっていいのにね。いや、でも私だってもしかしたら今こそ召喚しよう。さあ、ということで30日目、今日で30日、目標の100万人も達成したし、好きなこともいっぱいやってきた。でも頂点茶ならもっと、100万人突破、インターネットエンジェル5を見ておく、好感度闇度 80% 超え、85へ OK。 頂点茶ね、今はとっても楽しいんだよ。世界がぐるぐるきれいに回転して、それに合わせて踊ってるだけで幸せになれるので。お空がとってもキラキラピカピカしていて、まるで私を照らすために存在してるみたい。インターネットエンジェルがみんなのために現実に降り立ったことを祝福してるようだよ。プラネタリウムかな。うわー、すごい背景が。頂点茶はこれからどこに行くでしょうか。ヒントはね、とっても楽しいところ。大喜利コーナー。僕は頂点ちゃんと水族館に行きたいな。おじさん構文、今お外で配信中です。お、遊園地だ。特定中。動いてきちゃう。一番可愛いお馬様に乗ったよ。ピと一緒だよ。あ、ピ、あ、とうとうようやく表赤てか頂点ちゃんの方でピのことを言っちゃった。でも頂点ちゃんの服装を着てるもんな。わざとだよなこれは。そしてピって誰。ジェットコースターに乗って自撮りしようと思ったけど、さすがに危ないからやめた。ダメダメ。頂点ちゃんは危ないことをやらない良い天使だからね。え。今から遊園地行きます。すでに掲示板に突すれありますよ。すごい。あー煙。ちょっとピと休憩。頂点ちゃんのファンたちがいっぱい集まってきてくれて嬉しいな。来ちゃったんだ。みんな私のこと大好きなんだね。うおー、トレンド入り。おお、そして観覧車に乗ってみたよ。ぐらぐら揺れちゃってジェットコースターよりも怖いかも。そして最後、かわいい。私ね、これまでとっても楽しかった。100万人のオタクに囲まれて幸せだった。でもさ、もっともっと気持ちよくなりたい。みんな今夜のこと忘れないでね。私も永遠に忘れないから。これ観覧車の中だよな。背景凝ってんな。美しいけど恐怖を感じる。特にこの裏の方な。美術室にあるあの像みたいな。もうコメント欄読めないもんな。ああ、幸せ。焦点。感情の過剰摂取に気をつけて。どうなったの結局これは。彼氏バレ？そんでリスナーに突されまくって。でも、まあ彼氏がいたことによる炎上はあるだろうけども、そのまま、あ、ゾワッとした。何このデータゼロって。エンディングがすべて埋まり、はてな。アメちゃんメモ。間違いなく私の幸せはインターネットにあるけど、それと同じくらい不幸もインターネットにあるよね。もし私が何もかもうまくいって完璧な配信者になった時、その瞬間にインターネットをやめることができたら、その時私はどうなるんだろう。どんな未来の私より幸せになれるかな。怖ー。データゼロ。後戻りできません。いいぞ。ん？ピア見ててね。え、なに？なんだこれ。時が加速している。びっくりさせてごめんね。アメちゃん一人でやってみようと。でも秘密のことは、さっき見れそうな状態だったね。あ、ウィンドウ動かせない。読めねえ。一つも読めないんだけど。あ、一人で移動して、どこ行ってきた？お、秋葉のウィッグショップ行ってきたか。ちょっと待って。あ、もう見れない。ちょっとずつどけて、秘密のこと。あ、見れない。ダメだ、見れない。そしてブロン飲んで一瓶飲み切ったね。このまま世界が一巡しちゃうよ。はい、デバス飲んで、エーペックスやって。たまにしか
チャイン送ってくれないね。いない。今いなかったぞ。どうした？寝た？おせっせか？一人でか？いろんな可能性があると思うけど、この方が正しい気がして。もう読みたいけど、おー、それは正しいのか？そして案件でゲロ吐いて。すごいな、アメちゃん。独り立ちしちゃった。アメちゃん、独り立ちルート。何にも返せないよ、スタンプが。でも、お、75万突破。P いなくても、やれるもんだね。そしてここまで、うん、オーバードーズはしてるけども、リストカットはとりあえずないわけじゃん。P がいないからさ。一人でもどうにかなりそうだよ。やっぱり。やっぱりなんだい？そろそろだね。さっきのウルルン目からの闇の目。ダメだ、秘密のこと開けない。タイミングの問題じゃなそうだな。私、新しい未来を探しに行くよ。またビルの屋上から新しい未来行っちゃうのか。30日目、フォロワー232万。素晴らしいな。ピ、今までありがとうね。何もしてないんだけど。この先の未来は自分で手にするから。バイバイ。ああ。さよならは、また新しいスタート。そんな歌はあったけども。あ、そして、ジャインからいなくなってるわけでもなく、でも好感度は100のまま。そうそう、アメちゃんいる状態って、ウェブカメラのこれをさ、にょいってどかして秘密のことを見ようかなと思っても、なんかね、ウィンドウが邪魔してね、ピリってね、戻っちゃうんですよね。まあ、とはいえ、どかしたところで、秘密のことは結局見れなかったんだけども、今だったら見れるんじゃないか？見れねえな。消せってことか？消えないね。ホラーだね。ジャインも消す。タスクマネージャーも消す。あれ？まだ見れない？マイピクチャー。今まで見たやつ。まだ見てない配信のやつとかもあるからね。だから、ところどころ抜けてるのはあるね。こういうネイルのやつとかランダムのだから、運次第で回収できるできないがあるからね。結構見てないな。今のデータゼロで見たやつも、うん、ちゃんと入ってるんだね。この辺りはファンアートだね。ファンアートの、うん、ここで大きく見れたんだね。あとでじっくり全部見よう。ファンアートのところがやっぱ見応えあるからね。お、開けた。今回のピについて。設定、私のスキピで、プロデューサー。頂点ちゃんを最強のインターネットエンジェルにするため、いろんなことを指示したり、心を支えたりしてくれる。大好き。感想、今のピも悪くなかったけど、やっぱり優しいだけじゃ物足りない。結局、アメちゃん一人でどうにかなったし、今回はダメだね。まさかループして、記憶があるのか？全エンドの記憶お前あるのか？さて、次は、もっと優秀なピを作らないと。次。今度は一生夢から覚めないくらい最高のピにしなきゃ。次は婚約者って設定にしようかな。あは、憧れの新婚生活楽しみだな。これはアメちゃんと頂点ちゃんが一瞬あのピが助走させられてんのかと思っちゃったよ。ああ、再起動しても、ここ？あれ？でも配信とかこれ、できる状態？え、どうなってんの？アメちゃんこれ。遊ぶ？じゃあ、エッチなこと。で、30ですけど。ん？誰と？ハートが出ない。どうしたの？ピの一人エッチですか？これ。あれ？ツイートだけある。バグかな今のは。間違いなく私の幸せはインターネットにあるけど。なるほど。これがヒントになってるらしいね。なんかでインターネットを切断するといいらしい。そのアメちゃんをインターネットから解き放つには、自分自身のパソコンのインターネット接続を一旦切ると。ので、LANケーブル引っこ抜きました。
そして30日に進むときにフォロワー100万超え、好感度80以上、闇度80以下で、インターネット接続を切ってあるので、頂点ちゃん、インターネットを卒業して本物の天使になります。え、何、どういうことなの？まだ接続中だね、このゲーム内では。背景はなんかちょっとサイバー地区でかっこよくなったね。フォロワーたちがみんな、アビー教官、卵アイコンたちめ、お前ら捨て垢か。そして画面今一瞬歪んだね。お、ちょっと動かせるね。どうなってくの？俺たちのリアルはすでにここなんだよ。頂点ちゃんはインターネットを捨てた。若者のインターネット離れ。背景がハッピーだね。インターネットオーバードーズが流れながら、そしてだんだんグニャグニャと、まだ頂点ちゃん、アメちゃんも現実を受け入れきれてないのか。どうしたらいいの？なでなで。最後はどうなる？壊れていくのか、それとも。IT 関連の銘柄が暴落。頂点ちゃんがネットをやめたことによりか。こんなに不安定なポケッターは久しぶりな。確かに、つぶやきも失敗しがちになってきた。あ、なるほど。ネットを切ったから、みんなのネットも、なくなっていく。ついにタイムラインには俺しかいなくなってしまった。おーい、誰かいないか？不明なエンディングに到達しました。おしまい。まるで天使のように微笑む強めの幻覚。ハッピーエンドワールド、アンハッピーエンドワールドっていう、あれからの派生なのかな？これにて、ニーディーガールオーバードーズの全実績を解除することができました。Do you love me, ニーディーガールオーバードーズ。もろもろありますね。一応一番難しいのがメガテンなのかな。これが超確率だからね。あとはこのイラストを回収するっていうのが、コンプ要素ではあるけども、まあ、とりあえず、これで、このゲームの全要素は楽しめたので、これで終わりにしましょう。いやー、素晴らしく面白かったな。パート1の冒頭でも言ったけど、このゲーム、開発段階からね、こういうの出るんだって噂を聞いていて、その頃から楽しみにしていたからね。非常に面白かった。まあ、だいぶ闇度、2つの意味での闇度が高いゲームだし、これ大丈夫かっていう、もっと年齢制限つけた方がいいんじゃないか、そもそも公開して大丈夫かみたいなね。内容もあったけども、まあ、全てフィクション、全て、ゲームとして捉えましょう。面白いゲームをありがとうございました。ニーディーガールオーバードーズ実況プレイ、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。